から、お忙しいところお越しいただきまして本当にありがとうございます。10時からの予定でもう2分ほど過ぎておりますので、始めさせていただきたいと思います。今日は防衛省さん、それから内閣官房さん、消防庁さんにお集まりいただきまして、あらかじめ質問事項に沿って内容を出しておりますけれども、沿って1時間半、11時半までの1時間半の日程でですね、私はご挨拶くれましたけど、福島の事故事務所の秘書の中島と申します。福島がですね、今日はちょっとあいにく休養ができまして、こちらの方にちょっと参ることが、できないんですけど、皆さんにくれぐれもよろしく伝えてくださいということでした。よろしくお願いします。まず私の方からちょっと初めにですね、撮影関係の、お願いを申し上げます。今日は動画、静止画含めてですけれども、役所の方々の皆さんの顔が、映らないような形で、角度で、遠景的に含めてですけれども、行わせていただきたいと思いますので、その点の徹底をお願いいたします。それで本日はですね、立憲民主党の宮川真先生がお越しいただいておりますので、冒頭宮川先生の方から、ご挨拶をいただいて、いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。お疲れ様でございます。立憲民主党の千葉県第13区の宮川真でございます。立憲民主党は市民の皆様と一緒に政治を身近なものにしていきたい、草の根の政治をということで一生懸命やっておりますので、今日は市民の皆様のどういうような考え方でやられているのかも含めてちょっと参加をさせていただきました。今北朝鮮の問題も含めてミサイル防衛の話も大きく膨らんできておりますので、有意義な一日になればと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは時間ももう4分過ぎておりますので、中身に入らせていただきたいと思います。じゃあ杉原さんの方からお願いいたします。どうも、朝からお疲れ様です。こんな大勢、来ていただきますが、今日はですね、時間が限られてますので、どんどん進めていきたいんですけれども、まずですね、一言だけ、さっきの顔写真の件なんですが、やむを得ないということで、顔は写さないというふうにしてますけど、公務員であってですね、別に顔を出すということが隠されるべきでは本来ないと思うんですね。ですから、今後ですね、その点については改善していただくように、私たちの税金でお仕事されている方たちですから、何も別にやましいことやっているわけではないわけですからね。そこは改善していただきたいというふうに一言だけ、要望しておきたいと思います。それから今日の流れなんですが、事前に質問用紙、質問を出していますので、かなり数が多いということもありますので、まとまりごとにいくつか何問か、何番から何番までお答えくださいというふうにこちらで言いますので、順番に、回答していただくという形にします。で、大まかなまとまりの内容については簡単には説明しますが、いちいちこれ読んでると時間がないので、投資番号を振ってますので、1番はこうです、2番はこうですというふうに、簡潔にお答えいただければというふうに思っています。ということで、早速ですけれども始めます。それからお答えいただく方はですね、面倒くさいでしょうが、話の初めに部署名と名前だけ必ず繰り返してもですね、おっしゃってください。記憶の面でわからなくなりますので、じゃあその点だけ留意していただいて始めていきたいと思います。まずイージス・アショア、19日にも閣議決定するというふうに言われています。非常に唐突で、国会がもう終わってますし、もちろん議論もほとんどされていない中で、1期800億円かける2、プラスアルファで膨れ上がるわけですが、非常に拙速に導入という動きがあります。この問題についてかなり細かくですね、質問を入れています。全部やると長いので、そうですね、10問1から10までまずお答えください。よろしくお願いします。戦略企画課の清水と申します。よろしくお願いいたします。まず私の方から1と2についてお答えさせていただきます。
ですね、防衛省としましては、北朝鮮が弾道ミサイル能力の増強を進める中ですね、一刻も早く全国を常時持続的に防護する能力を抜本的に向上させ、国民の生命、我が国の領土、領海、領空を守り抜く一層万全の備えを構築すべく、平成30年度の概算要求においてイージスアショアを中心に新規 BMD アセットを導入を行うべく、いわゆる事項要求を行い、可及的速やかに取り組みを進めてまいりました。今般ですね、防衛省としてイージスアショア2機を前提に新たな弾道ミサイル防衛装備品の整備に着手できるよう追加的な予算要求を行っているところですが、政府としましては年末までに決定することとしており現在調整中でございます。またご指摘の米国側からの働きかけですが、そのような事実はございません。次に括弧2に関して予算計上に関してですけれども、現時点では予算計上に関して防衛省として追加的な予算要求を行っているという段階にございまして、先ほど申し上げました通り政府として新規装備品の導入について正式決定を行ったというわけではございませんので、その点ご理解いただければと思います。また現大綱中期防との関係につきましてもしっかりと整理していきたいと考えております。どんどん言ってください。防衛政策課でございます。括弧3です。田中です。新大綱中期中規模の策定に向けたスケジュールと具体的な検討続きを示されたいということですけれども、中規模に関しましては来年度で期限を迎えますので、今のうちから次の計画について検討を進めるということになっております。でその際ですね、計画の前提となる防衛大綱についても安保環境の変化に対応し、あるべき防衛力の姿いかなるものかといった観点から、その見直しについてですね、普段の検討を行っていくことが必要と考えておりますが、具体的な方向性や具体的なものについてお答えする段階はないという状況でございます。と続きまして括弧4から6に関して防衛省戦略課の清水がお答えさせていただきます。括弧4につきまして、地元議員に説明交付対協力要請したと報じられている場ということでご質問いただいておりますが、先ほど申し上げました通り政府としては年末までに決定するために調整を行っているところでありまして、ご決定の具体的なタイミングや内容については現時点で決まっておりません。よって関係する地元国会議員に対して設置の意向を伝えたという事実もございません。なお当然のことですけれども、仮にイージスアショアを導入し配置することになった場合には地元の皆様のご理解とご協力を得ることが必須と考えておりますので、その際には丁寧にご説明に伺いたいと考えております。で次にですね、括弧5に関してですが、配備後の維持費等のご質問をいただいているところですが、そもそも先ほどから申し上げておりますの通り年末までに最終的な決定を行うというところが大前提でございます。その上でですね、具体的な検討内容について逐一お答えすることは差し控えさせていただきたいんですけれども、その上で申し上げますとですね、新たな防衛装備品を取得するにあたってはですね、その性能面や導入時のコストのみならずライフサイクルコストを含む費用対効果や我が国の防衛力全体における位置づけ、これらを含めてしっかりと精査し検討を行っているところでございます。次に括弧6ですね、SM3 ブロック2A の ブロック2A のお話、ご質問いただいていると思うんですけれども、防衛省としましては従来よりですね、我が国の BMD アセットの防護範囲といった個別具体的な能力につきましては、我が国の手の内を明かすことになるといった理由からお答えは差し控えさせていただいております。その上で、申し上げればですね、大気圏外で迎撃を行う SM3 に関しましては、現在日本全国を防護するために3隻の BMD 対応イージス艦が必要でございます。これにですね、BMD 艦が改修中のアタゴ型のイージス艦2隻及び平成27年28年度予算により建造しておりますイージス艦2隻に、保守的能力向上型の迎撃ミサイルである SM3 ブロック 2A を搭載することによってですね、将来的には2隻で防護することが可能となると私どもは考えております。7枚について回答します。防衛装備庁統合装備計画官付きの小野と申します。ごめんなさい、もう一回統合装備計画官付きの小野です。統合装備計画官付き、はい、
小野さん、はい、で括弧7番の前段の、追加試験を行わないかについて回答いたします。これまでの発射試験や地上発射試験の結果から SM3 ブロック2編の開発において必要なデータは全て取得できたと判断しております。でこのため我が国として今後 SM3 ブロック2編の開発のための発射試験を行う予定はございません。防衛計画課のエリスと申します。括弧7の、今後その21年度配備に向けて予定されるプロセスの具体的な内容についてお答えしております。弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイル SM3 ブロック 2A の開発は平成29年度をもって完了する予定でございます。また、SM3 ブロック 2A については、平成29年度予算より取得のための経費を計上しており、平成29年度予算分については、平成33年度に配備をする計画でございます。また、括弧8でございますけれども、SM3 ブロック2は一発いくらになる見込みか、また、何発購入する予定かというところでございますけれども、SM3 ブロック2 a の取得数予備単価については、これを公にすると、保有数が明らかになりまして、国の安全を害する恐れがあることからお答えを差し控えさせていただきます。これは他の弾薬についても同様でございます。また括弧9の前段の、今後その新規導入予定の2隻も含めて8隻のイージス艦にミサイル防衛能力が付与されることになる、SM3 ブロック2への搭載を想定すると、これは過剰な能力付与ではないか、というご質問につきましては、防衛省自衛隊におきましては防衛計画の大綱に基づき、弾道ミサイル対処能力の向上を図っておりきておりまして、例えば、BMD 対応のイージス艦の造成や、SM3 ブロック2といった、能力向上型迎撃ミサイルの取得などを積極的に進めていくことによって、我が国を継続的に防護可能な体制を強化しています。一方、北朝鮮が兆候を事前に察知しにくい発射台の付き車両、手ですね、による発射を行うなど、今なお弾道ミサイル能力を強化している中、一刻も早く全国を常時持続的に防護する能力を抜本的に向上させる必要があります。このような問題意識のもと、現在行っているイージス艦の造成等に加え、新規アセットの導入に向けて可及的速やかに取り組みを進めているものであり、過剰とは、考えておりません。このまとまり上級までで、ね、いいです。はい、一旦ね。はい。ですね、いろいろあるんですけれども、3番の、新大綱と中期防の策定に向けたスケジュールと具体的な検討手続きということについては、お答えする段階にないというふうにあったんですが、まあ、報道でもいろいろな、こういう内容になりそうだみたいな話も出てきていますけれども、今の段階でお答えする段階にないという趣旨が全くわからないんですね。僕らが聞いているのは、これからどういうスケジュールとか段取り手続きを持って、いつ頃決めていくのかという、その中身を聞いているので、これ答えられないということはありえない、毎回やっていることですからね。ですから、きちんと質問の趣旨に即して答えていただきたいと思います。どうですか。まず、まあ中期防に関しては来年度に期限を迎えるということでございますので、まあ例年で言えば、まあ夏、まあ来年31年度の概算要求にその次の中期防の事業が入ってくるわけなので、ちょっとその夏といったものが一つの結節になろうかと思います。いずれに来年度に 新中期防を作ると。で、対抗についてはこれ見直しを決定してたわけではございませんので、これについてはもう全く白紙でございます。そうすると、夏の次の、まあ、概算要求に中規模に基づくものが入ってくるということですよね。今のお話ですか。そうですね、来年夏に要求する概算要求するものが31年度の予算ですので、で中規模が31年度から開始されますので、そういう前提。それまでにはだから作るということですよね。作る中規模の方向性みたいなのは、まあ、大まかにはできるかもしれませんが、具体的な策定はもう来年末、12月、例年でいうと来年末です。はい、わかりました。それからですね、元議員に伝え、4番ですね、国会議員に説明を伝え、協力を要請したと報じられている、
これはガセネタということでいいですか。一切事実がないということですか。先ほども述べさせていただきましたが、現時点でまだ決定しておりませんので、地元議員の方にアプローチしたというような事実もございません。そうするとその、まあ、議員にもアプローチしていないと。でその他自治体とかですね、まあ、地元とかに対して何らかの、 その、まあ、決定に向けたアプローチなのかもしれませんけど、何らかのこう防衛省さんから動きをやったという事実はあるんですか。繰り返しになって申し訳ないんですけれども、あとは熊崎市の方から設置の意向等を伝えたということはないということです。はい、分かりました。まあ後でも同じような話が出てきますけれども、それからですね、ですね、防護範囲というかその能力の問題ですけれども、 SM3 ブロック 2A を搭載するイージス艦の一応お話としては、2隻で可能になるんだというお話だったんですね。それ2隻で可能になるんだけれども、8隻にその BMD 能力を付与する、それで、過剰ではないというお答えですけれども、これ過剰じゃないですか。普通常識的に考えた時に2隻、まあ交代したりする予備の必要もありますからね、まあ素人感覚的に言うと 4,5 隻ぐらい必要ですっていうのはあるのかもしれないけど、8隻ですよ、4倍。しかもそれに加えてそのイージス・アショアまで2機置くわけでしょ、多額の予算をつけて、ね、これ普通は過剰だと思いますよ。きちんと答えてください。具体的な数字につきましてはオペレーション上の問題ですのでお答えできないんですけれども、先ほどおっしゃっていただきました通り、他の任務ですとか運用の回しなどもございますので、私どもとしては現状の北朝鮮情勢を踏まえるとこれらの能力増強は過剰ではないと考えております。他の任務って何ですか。 BMD 能力なくてもいいじゃないですか。他の任務に使うんであればイージス艦として機能させればいいわけで、そこに BMD 能力を付与する、これ高い税金かかるわけでしょ、相当な。これだけその生活保護とか削るとか言ってケチケチしてる中でね、明らかに過剰じゃ、他の任務に使うんであれば他の任務用のイージス艦として運用すればいいわけで、何も全部8隻に BMD 能力つける必要ないじゃないですか。答えになってないです。繰り返しになるんですけれども、具体的な数字は申し上げられないんですけれども、私どもの判断としては昨今の情勢を踏まえてこれらの能力増強が必要であるという結論を出しております。まあそういうことなんですね。はい、わかりました。他の任務って何ですか。どうぞ。警戒監視ですか。他の任務ですね。お名前になる。あ、防衛政策課田中です。まあ、警戒監視、そもそもイージス艦の BMD 対応が主目的であって、艦隊航空とかですね、そういったまあ高機能を発揮する艦ですので、まあ、そういった他の任務、警戒監視についてもレーダーの性能等で優れておりますので、そういう任務に、組みをする必要があるということです。BMD 対応は違う任務だという認識なんですか。異なります。はい、6番に4番ですね。配備が、設置が正式に決まったら地元の皆さんの協力のために丁寧な説明をするとおっしゃいましたけれども、私は習志野基地の近くに住んでおりますけれども、もう PAC-3 配備されて10年経つことが一切住民への説明ありませんでしたよ。イージス・アショアならやるんですか。先ほどもお答えさせていただきました通り、配備にあたってはご地元の理解が必要と考えておりますので説明に伺いたいと思っております。本当に説明するんですね。パクスリー一切やられてないんですよ。こちら要求しましたけれども、お約束するわけですね。はい、そのように考えております。誰に説明するんですか。市長ですか。市長ですか。後ろの質問でそれあるからちょっと待ってください。はい、はい、じゃあとりあえず次に行きましょう。いろいろ出てくるんですが、まあ時間がないので、そしたら10番から、じゃあもう22まで行きましょうか。はい、お願いします。
願いします。名前を最初に言ってください。情報通信課の桑と申します。よろしくお願いします。10番について回答させていただきます。電磁波の影響についてどの程度なのかということでご質問いただきました。先ほども担当の方から述べさせていただいた通り、年末までに、決定するということで調整を行っているという状況であり、現在具体的なものというのがまだはっきりして決まっていないという状況になります。その上でですけれども、防衛省自衛隊が電波を使用するにあたっては、近隣の無線施設との電波干渉が生じないよう電波所管庁である総務省から周波数の承認を得て使用しております。レーダーが発する電磁波による健康への影響についてですけれども、電波防護指針等電波法により電波の安全性に関する規定がされており、これを遵守することが求められております。そのため、防衛省自衛隊としては今後イージスアシュアを配備するとなった場合は電波法令等に基づき適切に運用するということは当然であると考えており、必要に応じて対策を講じてまいる所存です。いずれにしても近隣の無線設備の電波干渉及び住民の方々への健康被害生じないよう引き続き適正に電波利用に努めてまいります。括弧11位と12位につきまして、戦略課課の清水からお答えさせていただきます。イージスアショアにつきまして、先ほども申し上げております通り、最終決定を年末までに行うということにしております。でその上でですね、新規アセットの配備先などについても何ら決定しておりませんので、建設候補地における環境アセスメント等の実施も含めて具体的な検討内容についてもお答えは差し控えます。またですね、次括弧12、事前了解が必要だと考えるかというふうにご指摘いただいておりますが、先ほどからも申し上げております通り、仮にですね、イージスアショアを導入し配置することになった場合には、ご地元の理解と協力を得ることが必須であると考えておりますので、ご説明に伺いたいと考えております。で続きまして、括弧13ですね、前段の方自治体に事前説明から実施するのかというご質問をいただいておりますとのけれども、こちらも先ほどから申し上げている通りでございます。講談の方なんですけれども、先ほどからの繰り返して大変申し訳ございませんが、具体的なアセットについて、進めているというところで何ら決定していないので、具体的に影響についてお答えすることはできません。いずれにせよ先ほどと繰り返しになりますが、電波の影響により近隣の無線設備の影響がないよう、皆さんに影響がないよう、引き続き適切な電波利用に努めてまいります。お名前を。失礼しました、桑と申します。14と15を戦略課課の清水がお答えいたします。過去14につきまして、先ほどからの繰り返しになるんですけれども、最終決定年末までに行うと、その前提で申し上げます。その前提で申し上げますと、今後ですね、新たな弾道ミサイル防衛の装備品を導入できるよう必要な取り組みを行ってまいりますが、ご指摘の飛行禁止区域についても今後検討していくことになると思われます。で一旦ですね、申し上げますと、米軍が2015年12月に1機目のイージスアショアをルーマニアに配備したんですけれども、で2016年5月に運用を開始しています。でこちらの地域においては一定の飛行禁止区域が設定されているものと承知しております。いずれにしても今後検討していくことになります。防衛装備庁統合装備計画につきの訪問です。16までお答えします。迎撃ミサイル発射した際の影響範囲は、気象条件等の要素に大きく影響を受けるものでありますから、具体的にお答えしたことなんです。しかしながら、あえて一般論として申し上げれば、排ガスは時間の経過とともに拡散し、屋外環境では、比較的短時間に人体に影響ない程度まで濃度が低下すること、発射機を設置する際に爆風の影響を考慮し、発射機からの範囲を立ち入り禁止区域としていることなどの点から考慮すれば、周辺の安全を十分に確保できているものと考えております。15番を答えていただきます。すいません、前後してしまったんですけど、15番を答えいたします。
算の調査、どのような調査になるのか、調査主体はどこかということでご質問いただいておりますが、調査主体は防衛省になります。でどのような調査になるのかということにつきまして申し上げますと、平成30年度予算案にかかる追加的な予算要求として、内容が地質測量調査、ボリングトーン調査ですね、や、施設の基本設計、つまり各種施設の配置レイアウト等の実施の経費を計上して、平成30年度予算編成に向けて財務当局と調整を行ってまいろうと思っております。でまたご指摘の、そうです、29年度補正予算につきましても、防衛省として関連の経費を可能な限り盛り込むこととしており、現在政府部内で検討しているところでございます。で続きまして、過去17から、20まで、防衛省戦略閣下の清水がお答えいたします。17につきまして、具体的にどのような施設が必要になるのかというご質問ですけれども、先ほどの年末までのという前提をご理解いただきまして、その上で一般的にご説明差し上げたいと思います。先ほどルーマニア案件申したと思うんですけれども、ルーマニアに配備済みのイージス・アショアにつきましては、ご指摘の通りミサイル発射装置、レーダー、発電所、その他管理棟などが設置されております。いずれにしましても、今後、防衛装備品導入に向けて必要な取り組みを行っていく中で、米国の協力も得ながら、運用に必要な施設について検討を深めていきたいと思っております。続きまして、過去18ですね、陸上自衛隊が運用すると報じられているが、それは正しいのかというご質問をいただいております。でこのどの自衛隊が新規装備品を運用するかについてはですね、我が国の陸上に配備されるということですとか、海空自衛隊の統合運用をより一層深めていく、そのような観点から現在、検討中でございますが、防衛省および関係省庁によって調整中でおりますので、まだ何ら決定していないという状態でございます。18の講談につきまして、貿易企画の恵比寿と申します。先ほど戦略企画課の清水からお答えしましたように、どの自衛隊が運用するかというところはまだ決まっておりませんので、どのくらいの運用、要員数が必要かというところについても、まだ現時点で何ら決まっておりません。続きまして、過去19戦略企画の清水がお答えいたします。導入にあたって必要となる措置を具体的に示されたいということなんですけれども、現時点ではまだ、最終決定を行っていないと。でその中で米国の協力も得ながら、今後イージス・アショアの導入にあたって必要となる措置、例えばご指摘の通り教育機関訓練のための米国への派遣などですね、そちらに関しても今後検討を進めていきたいというふうに考えております。過去20につきましても引き続きお答えいたします。ロフテッド軌道対ロフテッド軌道のお話をいただいていると思うんですけれども、まず、前提として我が国の弾道ミサイル防衛体制についてご説明しますと、海上自衛隊の BMD 対応型イージス艦による上層での迎撃、そして航空自衛隊の PAC-3 による下層での迎撃、これらを組み合わせた多層防衛により、弾道ミサイルの脅威から国民の生命、財産を守る安全の体制をとっているところでございます。その上でですね、昨今北朝鮮によるロフテッド軌道による攻撃等が懸念されておりまして、我が国の BMD システムについては、我が国に被災する弾道ミサイルや対処能力を有しておると考えております。その上で現在進めている SM-3-2A や PAC-3-MSE といった能力向上型迎撃ミサイルの取得により、ロフテッド軌道を取るものも含めて弾道ミサイル攻撃への対処能力は向上するものと考えております。また、実験の想定に関してご質問いただいていると思うんですけれども、実験の個別具体的な想定につきましては、我が国の手の内を明かすことになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。21番につきまして、貿易学の恵比寿からお答え差し上げます。SM6 の、首都経費21億円が計上されているということに関して、その SM6 がどのような状況を想定したミサイルなのか、また導入に向けた今後の経費の見積もりはどうかというご質問でございますけれども、イージスシステムの搭載防衛艦については、高度な防空能力ですね、例えばより広いレーダー探知服役なり、同時多目標対処能力等を備えておりまして、敵航空機やミサイルから時間やその旅館を防御する役割を担っております。
そのためには、射程が長く、高性能なミサイルが必要不可欠ということでございまして、海上自衛隊が保有するイージスシステムの搭載護衛艦には、ミサイル SM-2 というものを搭載しております。他方でですね、我が国周辺におけるその周辺国の、行動の活発化やまた航空戦力の近代化等を踏まえますと、より防空能力 の, その向上を図るために、能力の向上したミサイルを配備していく必要があるというふうに考えております。でこのため平成30年度の予算案概算要求におきましては、標準型ミサイルの SM2 より射程が延伸するなど能力の向上した SM6 を導入するにあたり、イージスシステムの搭載護衛艦との適合性を確認するための資金用弾薬の取得経費を約21億円を計上したところでございます。標準型ミサイル、SM6 は、これまで海上自衛隊に保有したことがなくですね、また新しいミサイルであり、これを導入するためには、まず護衛艦とのですね、適合性というところをしっかりと確認しなければならない、ともにですね、有効な運用方法にかかる検証が必要でございますので、これらの取り組みには一定の期間を要するというふうに考えております。このため、まずはですね、試験用の弾薬を先行して取得しまして、翌年度以降ですね、配備に向けた定数との取得に、配備に向けたその弾薬の取得等に取り組む予定でございます。22について戦略閣下の清水がお答えいたします。イージス・アショアについてご質問いただいているんですけれども、申し上げます。ルーマニアの例を挙げますと、イージス・アショアはですね、一般的に、迎撃ミサイル装置は固定して設置されております。で今後イージス・アショアは前提にまだ決まってないですけれども、そう必要な取り組みを行っていく中で、米国の協力も得ながらイージス・アショア導入にあたって必要となる施設の使用につきましても検討を踏まえしていきたいと思っております。はい、ずらっといきましたけれども、まずですね、10番電磁波の問題ですね。で、法令を遵守して適切に運用するという、公式発言があったんですけれども、後ろの方の質問、飛行禁止区域のところにも書いてますけれども、実際にすでに配備されている X バンドレーダーについても、強力な電磁波を出すということで、ドクターヘリがその地域を運航するときにですね、レーダーを止めてもらうような要請を自治体がやってる、もう何件もそういうケースがあるということは京都の方で報告もされてるわけですね。ですから地域の住民の、それこそ生命とか安全に対してですね、もしまかり間違えばそれを阻害するようなそういう可能性もありますし、おそらく、配備地域の候補地が報道等で出てますが、地域の方々はですね、この電磁波の問題非常に心配されている方多いと思いますね。ですから、法令を遵守しますという答えだけではですね、全然なんていうか安心感が持てないわけですよ。で実際にそのどの程度 の, その電磁波が出ているのか、これ数字とかどういうふうに表すのかよく僕も分かりませんけれども、やっぱそれを数字としてね、実際に例えばこういう実験とかがされてますが別に人体に影響は出てませんとか、そういうアメリカならアメリカのデータをきちんとやっぱり入手するなりして、それを例えば事前に住民に説明するとか自治体に説明するとかね、そういう具体的な電磁波の中身についての説明がないとですね、法律を守ってますから大丈夫ですということではやっぱり納得できないというふうに思うんですけれども、今後丁寧に説明するというお話はありましたが、そういう具体的な電磁波の中身についてもきちんと調べてですね、データを入手してそれを公開するという意思があるということで確認してもよろしいですか。今のご質問にお答えさせていただきます。情報通信課の桑と申します。電磁波の影響については今現時点で装備品等まだ検討中というところで個別具体的にははっきりはしていないところなんですけども、繰り返し申し上げませんが、守って、電波法の規定に基づいて適切に運用するというところでございます。個別具体的な数値ということにつきましては能力に関わる点もありますので、全て
明確、お伝えすることはできないかもしれませんけれども、住民の方が得られるように、ご理解られるように説明していきたいと考えております。能力っていうか、その電磁波の具体的な被害の影響のことですからね、能力に関わるから被害は教えられないっていう話にならないでしょ。住民に対して何らかの影響が出るようなものを配備することは許されないわけですから、少なくとも電磁波の影響が具体的にこういう影響が予想されますが、距離がこれぐらいありますから問題ありませんとかね、そういう具体的な数字を出すのは前提ですから、 そこはいいですよね。基本的に法令の方に基づいて数値決められた基準を守っていくというところですので、それを守っていると、それに対して追加的にご理解されるようなところについては、能力に関わる点じゃないところで ご理解いただけるように説明していきたいと考えています。はい、じゃあもう一つですね、11番の環境アセスメントは実施するのかという問いに対して、未だ配備地域が未決定なのでお答えを差し控えるってあったんですが、配備地域がどこに決まろうか、今回の配備についてやっぱり電磁波の被害も含めて健康や環境への影響が想定されるわけですから、当然環境アセスメントは実施すべきだと思うんですね。ですからそれをどうする予定かというのを聞いてるわけだから、配備地が決まらないとそれが明らかにできないという理由にはならないので、きちんと姿勢を聞いてるわけですから、きちんと答えてるんです。理由になってないんですね。まだ導入を決定してない段階ですけれども、仮に導入することになりましたら、そういう環境アセスメント等も含め必要な検討は行ってまいります。必要な検討じゃなくて、実施するつもりかどうかを聞いてます。少なくとも選択肢にきちっと入れてますか。そうです、はい、そちらの含めて検討を行ってまいりたいと思っています。やる方向なんですか、どっちですか、可能性は高いの低いの。そこまでは現時点で装備品も決まっていない段階ですので、お答えはできません。最低限設置すると決まった場所の都道府県の環境アセスメント条例は順守なさるんですよ。それを無視するなんてことはないですよ。ことはございません。検討は先ほど行ってまいります。はい、南西諸島のミサイルの中東地の突然なんか見てると面積要件で切り抜けてるという印象を私たちも持ってますので、そういう論はないように、30ヘクタール以下だからアセスはやらないみたいなケースが出たぞ、従事してやってください。2点お聞きしたいんですが、先ほど法令住民主で電磁波の件ですね、日本政府は電磁波の人体への影響を正式に認めてませんよね。そうするとその法令というものの中にその人体への健康影響についての法令というのはきちんとあるんですか。通信課の桑です、お答えさせていただきます。総務省の方で、定められております電波法、その下に電波施工規則等がありますので、そちらに安全施設の方を設定するということで、記載が、その条文がありますので、それを遵守しているというところです。ですから、その条文がきちんとした科学的な根拠に基づいて、具体的な数値も含めて提示されているんですか。具体的な数値と基準が示されております。根拠については国際基準に遵守しておるというところは聞いております。具体的なところは総務省が定めておりますので、我々としては記載された法令を守っているという認識です。もうあまり具体的な答えになってませんけれども、もう一つですね、環境アセスメントは実施するとおっしゃってましたけれども、不動用ですが、その PAC-3 が全国に配備されるときに環境アセスメントはやってないですよね。担当する部署の関係上、私からはお答えはできないです。誰だったら答えられるんですか。誰もいないの今日は。
統合幕僚監務参事官付の細木と申します。よろしくお願いします。細木さん。はい、細木と申します。全国の展開といいますと、中四国等に展開してパック3、例えば関東ならば横須賀と習志野と、現在基地があるところですか。はい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 。それは、電波法に基づいたそういった調査は行っているという認識でありますか。環境アセス、環境アセスメントはすみません、ちょっと基地のことであればちょっと私お答えできませんので。 おられないんですか、そのことに答えられる人いない、今日来てない、具体的に 何かになるの、それは分かりません、分からないですか、どこのかの人だったら答えられるというのはありますか、分からない、ちょっと私じゃあ、後で福島事務所の方にですね、具体的な話題ですからね、きちんと後で聞きますから。もう一度確認しますけど、今の配置されている分屯基地のアセスメント。はい、そうです。はい、わかりました。はい、はい、ですね、16番のところで、爆風の件ですけれどもね、立ち入り禁止区域を、設定しますから安全だという話が後ろにありましたけど、これ立ち入り禁止区域のその範囲ですね、大体何キロとか、そういう何か想定というか計画は、現行のパック3も多分同じような話があると思うんですけど、実際にそういう範囲というのは決めてるんですか、あるいはこれから決めるんですか。防衛装備庁の総合装備計画室の者と申します。で、ご指摘の点なんですけども、パック3に関して言えば、発射機から約100メートルの範囲立ち入り禁止区域としております。ただ、他の装備品に関しましてはまだ決まってないのもありますし、性能等もありませんので、一概にお答えできないかと思います。そのパック3の100メートル立ち入り禁止っていうのは、この間いろんなところになんか展開してますけど、きちんとその表示をして地域の住民に広報っていうか伝えてるんですか、ね、この100メートル禁止区域というか、もう誰でも分かるようにそういうことやってるの、この間。分からない、分かりません、これは誰が分かります。そしたら運用の話ですよね。この間移動展開とかいろいろやってますが、そこの新たに配備した地域で100メートル100メートルこうぐるっとね、立ち入り禁止というなんか看板が立ててあるとか、あるいは事前に住民にきちんと説明しているとか、そういうことはやってるかっていうのを答えられる部署はどこですか。これも後でじゃあ、じゃあ後でもらいましょう。はい、09年の朝霞の時にはみんな周りで花見してましたよ。そうなんですか。で、防衛省に置いてあるやつだってもうすぐマンションありますからね、あれも結構100メートル大丈夫かっていう感じしますが、まあきちんと後でじゃあ文書で答えられる部署も含めて回答もらいたいと思います。じゃあちょっと、じゃあ次行きますか。はい、じゃあ交代します。はい、よろしくお願いします。 PAC3 配備が10年経ちましたので、PAC3 について、23番から27番までよろしくお願いします。統合幕僚監務参事官付の細木と申します。23番について、お答えさせていただきます。防衛省では、不測の事態の備えとして高度な警戒警戒体制を維持しておりますが、破壊措置命令の発出の有無や具体的な対応を明らかにすることは我が方の手の内を明らかにする恐れがあることからお答えは差し控えさせていただきます。またPAC-3 のレーダーが発する電磁波による周辺住民への影響については、電磁波による人体等への影響を防止する観点から、先ほど出ております、防衛省所管省庁である総務省が電波法などの関係規則を定めています。具体的には一定の電波の強さ以上の場所においては人の出入りができないよう対策を講ずることとされており、防衛省としてもレーダーの使用に際しては立ち入り禁止区域を設定するなどの対策を講じていることから、周辺住民の健康に影響を及ぼす恐れはないものと考えております。説明は、住民への説明は、次
今から、はい、航空自衛隊第一公社習志野分屯基地の PAC-3 部隊については、習志野分屯基地に関係する部隊の身辺管辺に関し本年2月に関係する地元自治体に対して説明を行ったところでございます。またその際お尋ねの電磁波被害等について、地元自治体から説明を求められなかったものと承知しております。まあ、いずれにしましても防衛省といたしましては、今後地元の皆様から説明を求められた場合に丁寧に説明を行うなど適切に対応してまいります。続きまして24番でございますけれども、貿易課課の恵比寿と申します。来年の概算要求につきまして、BAC-3MSE、またジャッジのその向上の機器が計上されているが、その詳細について説明されたいというご質問ですけれども、まず BAC-3MSE の取得につきましては、移動につきましては、平成28年度の、第3次補正予算において着手をしておりまして、そこから、まあ、北朝鮮は、ね、本年に入ってからも、弾道ミサイル能力の、増強を進めているということがございますので、平成30年度の、概算要求につきましても、我が国の弾道ミサイル対処能力を向上させるために引き続き迎撃ミサイル BAC-3MSE の取得のための経費として約200億円を計上しております。また、ジャッジの能力向上につきましては、防衛省では防衛大綱備中規模に基づきまして、弾道ミサイル攻撃に対する同時対処能力及び継続的に対処できる能力を強化するため、ジャッジの能力向上を行っているところでございまして、こちらにつきましては、平成30年の概算要求においてそのための経費として約107億円を、計上しております。今回の会社はですね、北朝鮮が、本年に入ってからも新型とみられるものを含め弾道ミサイルの発射を繰り返していると、核ミサイル開発のための活動を継続していく姿勢を崩していないということがございますので、将来の大東ミサイル開発能力の向上を見据えて弾道ミサイル防衛における、指揮統制システムである、自動警戒管制システムジャッジについて、ロフテッド軌道による攻撃や自然兆候の察知が困難である攻撃、複数の弾道ミサイルを同時に発射することに対する、対処能力を、さらに向上させるものでございます。防衛省としては、能力向上を、環境的速やかに進めつつ弾道ミサイル防衛に万全にしてまいりたいと考えております。承知ございます。25と26を統合幕僚下部3時間付きの補足が説明します。まず25番なんですが、これにつきましては、お尋ねの質問につきましては、自衛隊の具体的な体制の詳細について明らかにすることになりますので、我が方の手の内を明らかにすることになるため、お答えは差し控えさせていただきます。続きまして26ですが、申し訳ございません。これにつきましても運用ということでございまして、自衛隊の具体的な体制の詳細について明らかにすることは、我が方の手の内を明らかにするということでございますので、お答えは差し控えます。その上で申し上げますと、我が国の弾道ミサイル防衛につきましては、海上自衛隊の BMD 対応イージス艦による上層での迎撃、それと航空自衛隊の PAC-3 ミサイルによる下層での迎撃、これを組み合わせた多層防衛ということで、我が国全域を防護しているということでございます。PAC-2 につく、そもそもペトリオットっていうのは、航空機、に対して、対処するというのが、ありまして、 PAC-3 っていうのが弾道ミサイル防衛に、対応しているということでございます。はい、以上。27年につきまして戦略課の清水がお答えいたします。一般にですね、弾道ミサイルは発射後ロケットエンジンを燃焼させて加速し、燃焼終了後慣性運動によって弾道飛翔した上で落下していきます。したがってミサイルの燃焼が終了したミッドコース段階では、弾道ミサイルの落下地点をある程度予測することができると考えています。その上でですね、仮にミサイルの不具合等によって通常の軌道を逸れて落下してきたとしても、落下地点を計算した上で、その他の弾道ミサイル攻撃と同様に迎撃を行うことになります。
ありがとうございました。まず、じゃあ23番についてですね、自治体への説明をしたというお答えでした。この自治体というのは、船橋市、習志野市、八千代市、この3つと考えてよろしいですか。それで千葉県。申し訳ございません。周辺自治体ということだけは把握しているんですが、具体的にどの自治体というのはちょっと私どもも把握しております。習志野基地がどこにあるかご存じないんですか。存じております。はい、ならばその普通に周辺自治体その3つの市と千葉県じゃないですか。はい、まあ、おそらくそうであるということでございます。はい、はい、それからですね、自治体からの説明は求められなかったと。で、住民からの説明の求めがあったら、説明に伺うということでしたよね。ですよね。まあ、丁寧に説明を。はい、それだからさっきも申し上げているように、この間1回も PAC3 については地元住民への説明会なんかないんですよ。私は何回も要求いたしました。本当にやってくれるんですか今回は。お約束いただけますか。ラスト要求出しますよ。まあ、丁寧に説明を行うということにしておりますので、はい、やるんですね。 やっていただけるんですね。まあ、必要であれば。その必要と判断するのはどなたなんですか。すみません、まあ、基地対策という一つの、はい、PAC3 っていうよりもその習志野分屯基地の対策ということでの説明ということでしょうか。 PAC3 の説明。まあ、PAC3、ミサイル防衛全般と考えてください。それはどちらに対してその説明を求めになる。その防衛省に対してじゃないですか、と思いますけど。まあ、はい、だから私も繰り返し、はい、防衛省に対してね、PAC3 の運用、配備と運用について説明会を開いてくれと、もう繰り返し署名も集めてやりました。しかし、一切返答なかったですよ。でも今回やっていただけるんですね。すみません、ちょっと私はお答えできる立場にないわけですけど。誰が答えられるんですか。はい、わかりました。それからですね、25、26なんですけどね、ご存知の通り、米軍の嘉手納基地には24機の PAC3 が配備されています。で、国道からも配備見えますけれども、PAC32 機とランチャー2機と PAC2、3機の組み合わせで展開していて、これが通常の PAC3 の運用の形態だと認識しているんですが、先ほど申し上げたように PAC2 は飛行機と巡航ミサイル、 PAC3 が弾道ミサイルという、その組み合わせでやるのが一般的で、カジラ基地もそうなっているわけですよ。ところがそのあれですよ、今まで一回もそういうふうになってませんよね。移動展開した時にそれはやっぱり具体運用に関わるからお答えできないということで理解してますか。はい、その通りでございます。飛行機を、まあ、防空任務にあたっているのが、まあ、ベトリオットということで、まあ、大きくは防空任務なんですけど、PAC3 については弾道ミサイル防衛というところで、まあ、セットの中に組み込まれておりますので、まあ、展開は現状、まあ、PAC3 が展開している。はいはいはい、それでは敵基地攻撃兵器というやつですね。28、ごめんなさい、28ですね。 J アラート、出番が来ました。お願いします。内閣官房地対室の村上と申します。28番についてお答えさせていただきます。Jアラートにつきましては、ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合にですね、Jアラートを活用した国民に情報を伝達することとしてございます。で、11月29日の事案につきましてはですね、発射されたミサイルが我が国に飛来する可能性がなかったことからですね、Jアラートを使用しなかったものでございます。その前2回8月と9月でありましたよね。あの時は Jアラート発動しましたよね。はい、あの時は可能性あったんですか。飛来する可能性があると判断したのでですね、Jアラートを発動したものでございます。1000キロとか2000キロ先に落っこちたやつですね。ね。
まあ、情報を通過したんだけど、はい、上空地でも700キロとかですよ、宇宙空間ですけれども、その時に日本のその探知能力によれば日本に依頼する可能性があったと真面目に判断したんですか。あの上空を通過する場合であってもですね、万が一異常飛翔等を起こしてですね、日本の方に落ちてくるという可能性がございます、その異常飛翔であったりですね、ラポツとは万が一落ちてくる可能性もございますのでですね、Jアラートを通じてですね、情報伝達をしているところでございます。要するに今回は、まあ上というか、はるか上を通過しなかったか、手前に落っこちるっていうことが分かったからやらなかったっていうこと、単純に言えば。はい、その通りでございます。じゃあとにかく宇宙空間のもう本当にあさって上であっても、とにかく日本のたまたま下にね線引いたら日本の上を通りそうだっていう場合は、もうあらゆる場合に発動するんですか、これからも。そういうこと。そうですね、はい、情報を通過する場合には J アラートで伝達をすることとしてございます。そういうアバウトなやり方なんですか、 J アラートっていうのは。まあ、ミサイル自体はかなり短時間で飛んできますので、そういう避難にかかる時間と確保しようと思うとですね、どうしても迅速に伝達をするという必要がございますのでですね、こういった情報伝達の手段を取っているところでございます。だけど一方でね、破壊措置は実施しなくしてないわけですよね、8月も9月も。ですから、はい、落ちる可能性があれば破壊措置をやっぱり命じてね、備えるっていうふうにやるべきだけど、そっちは一切やらずに J アラートだけ出してね、人々を怯えさせて混乱を巻き起こすっていうことをやってるわけですよ。矛盾してないですか。破壊措置については先生、こちらからお答え、防衛省さんしかちょっとお答えすることはできません。まあ、いや、時間がないんで、はい、じゃあそこまで。はい、じゃあ次、敵基地攻撃兵器、29から34までお願いします。防衛装備庁の技術計画官付きの略指示と申します。まず問い29についてお答えさせていただきます。当初防衛用高速滑空弾でございますが、この研究につきましては、高速で滑空して目標に命中する当初防衛用の高速滑空弾の要素技術の研究を実施するものです。これは我が国の当初防衛に万全を期すためには、当初間の射撃を可能とする対地火力が必要と考え実施することとしたものでございます。具体的には遠距離から当初間射撃を行えるようなロケットモーターおよび滑空して精密に弾体を誘導する滑空技術、もう少し具体的に申しますと、ロケットである程度の高度まで打ち上げまして、弾を切り離しまして、その先端部分の滑空するものがですね、いわばグライダーのように飛翔するという、この滑空技術の確立を目指すという研究でございます。実際のスケジュールでございますが、30年度から36年度までの研究期間を予定しております。開発生産配備に向けたスケジュールということでございますが、これはあくまでも要素技術の研究ということでございますので、この成果を踏まえまして、各自衛隊がですね、とですね、省内で議論した上で、実際に次の開発のフェーズというところに移るというものでございますので、今具体的な計画はございません。もう一つの、当初防衛用新対艦ミサイル誘導弾と、いうことでございますが、これにつきましては、現有の、対艦、誘導弾の射程延伸、ステルス化といった要素技術に関して研究を行うものです。背景といたしましては、諸外国の艦艇のレーダー付近、レーダーの探知する距離ですね、いや、対艦ミサイルの射程がより向上していることを踏まえますと、その範囲外からの対処を可能とすることが我が国の当初防衛に万全を期すために必要と、考え実施することとしたものでございます。具体的には、長射程化をするために、ターボファンエンジンというエンジン、そして、高機動性を考慮した上で、誘導弾そのもののステルス性を増すステルス形状の確立を目指すと、こういう要素技術の研究を行うものでございます。実際のスケジュールでございますが、平成30年から着手いたしまして、試験も含めまして34年度に終了するという計画でございます。こちらにつきましても、要素技術の研究ということでございまして、実際はですね、どういった装備に適用していくのかということにつきまして、この成果を踏まえた上で判断していくということになりますので、今確定的な開発生産配備を受けたスケジュールというのはございません。以上です。
続きまして30番の質問でございますけれども、身体からミサイルの研究に関しまして、今回の研究費の計上が政府の立場や、総理の見解に明らかに反しているのではないかというご質問でございますが、先ほど申し上げましたように、今般 その当初防衛用の身体間誘導弾の要素技術の研究のあくまでその我が国の、当初防衛のために現有の対艦ミサイルの能力向上、つまり相手方の艦艇の対処のために必要なミサイルの要素技術を研究するものでございまして、これいわゆるその敵基地攻撃能力の、保有を目的としたもので、ございません。またそのいわゆる敵攻守攻撃につきましては、現場所攻撃を防ぐにあまりやむを得ない必要最小限度の措置を取ることが10年含まれ可能されてきましたが、これらの能力については我が国は米軍に依存しており、現在自衛隊は敵基地攻撃を目撃した装備を保有しておらず、また保有する計画も、ないということでございます。装備庁の技術計画官付の役指示でございます。31番でございますが、両方ともの研究のですね、予算を獲得したうち、後にですね、実際の、調達の手続きを、の中でですね、参加する企業というものが、選ばれていくということでございますが、今の現在でですね、この研究に参加する予定の、具体的な企業名というものはお答えすることはできません。続きまして32番でございますけれども、貿易学科の恵比寿と申します。かつてその2003年頃に、同様にその敵地攻撃兵器に転用できるような地対地ミサイルの研究が計上されかけたが、その、公明党の反対によって計上断念されたと言われているという、ご質問でございますけれども、本研究についてですね、人の中規模に盛り込まなかったところですね、研究への着手に先立ちまして、その統合運用のために必要となる装備体系と、また誘導弾の運用構想等をより精緻に、検討する必要が、あるとの、理由によって、その、計上をしていないということで、というふうに承知をしております。防衛政策課の田中でございます。33と30をまとめてお答えさせていただきます。ちょっと、これについて先週金曜日に大臣から発表がございましたので、ちょっとそれをこう正確に申し上げた方がいいと思います。読み上げさせていただきます。大臣からの発言として、今般一層厳しさを増す我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえ、自衛隊の安全を確保しつつ我が国を有効に防衛するため、相手の脅威圏外から対処できるスタンドオフミサイルとして F-35A に搭載する JSM 等を導入することとし、防衛省として追加的に予算要求を行う予定ですと。で、今後30年の予算編成に向けて財務省当局と調整を行ってまいりますと。で、このスタンドオフミサイルの導入により我が国防衛において敵の探知範囲射程といった脅威圏外からますなわち敵に近づくことなく、我が国に侵攻する敵の水上部隊や上陸部隊に対処することでより効果的かつ安全に各種作戦を行った可能になりますと。で、その上で現在ですね、北朝鮮の弾道ミサイルから我が国を守るイージス艦の重要性がさらに増しておりますが、イージス艦を敵の脅威圏外から防護する上でもスタンドミサイル導入は不可欠でありますと。で、これは我が国防衛に従事する自衛隊員がより安全に任務を遂行できるよう適切な整備を整えるのは政府の責任であり、このようなミサイルを整備することは必要ですと。で、敵基地攻撃に関してですけれども、大臣からもおっしゃっていただいておりますが、今般のスタンドオフミサイルはあくまで我が国防衛のために導入するものであって、いわゆる敵基地攻撃を目的としたものではありません。いわゆる敵基地攻撃能力については日米の役割分担の中で米国に依存しており、今後とも日米間の基本的な役割分担を変更することは考えておりません。またこのようなミサイルはあくまで我が国防衛のために導入するものであって、専守防衛に反するものではありません。今後とも専守防衛の考え方にはいささかも変更はありませんということを大臣から申し上げておりますとおり、敵地攻撃に、のためにこれを導入するということではないということでございます。はい、いろいろありますが、そうですね、とにかく今のね、今のお話にありましたも、はっきり言って図に乗ってるわけですよ、防衛省は。国会が終わってね、もう審議もされない中で、もともと研究費ですら問題だということで、僕らこの質問したときは研究費のことを主要に取り上げてたのに、もうつい最近はですね、堂々と
1000キロとかの射程のあるねミサイルを買うっていう話にまでなってるわけでしょ。で小野寺さんはもともと自民党時代に敵基地反撃能力を保有しろという提言をまとめた座長でしょ。それを自作自演でですね、年末になってどさくさに紛れてお金入れ込むっていうやり方して、うちでは当初防衛だから敵基地攻撃の目的ではないなんて誰が信じます。あなた本気で考えてるそれ信用できますか。例えばね、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国が持ってるノドンミサイル、これがね、突然専守防衛だから日本を攻撃を目的としてませんって言われて信じられる。だって1000キロで明らかに届く、中国や北朝鮮に届く、今までは持たないと決めてきたミサイルを持つわけだから、こういう目的にしか使えませんなんていうことで信用性担保できる措置がありますか。具体的にこのミサイルがね、当初防衛にしか使わないって言ってるけど、大臣もあなたも未来永劫そういうものにしか使わないっていうふうに確実に担保できる措置はあるんですか。じゃあそれ答えてください。担保できる措置というのはちょっと具体的にここでは申し上げられませんが、まあ、敵基地攻撃については常に従来から政府としてお答えしているんですが、まあ、まあ法律上はもう、必要最小限から認められる場合もあるという法律上の解釈はずっとしておるわけですけれども、これまで政府として申し上げたのは敵地攻撃にはですね、あの敵の基地等の正確な位置を把握すると、それを守るレーダーサイトやミサイル、地対空ミサイルを無力化する、またその精密に移動できるミサイルによって基地を攻撃した上で、まあ、そのさらに攻撃の効果を把握するという一連のオペレーションが必要になると、でそういった装備待機が必要であると。ということで考えてきておりまして、まあ、仮にこの長い、例えばその比較的ですね、これまで長いミサイルを導入することになったからといって、これまでのような、答弁してきたような、その装備体系ですとか、一連のオペレーションができるようになるというものではないと考えております。で、あとその予算に関してましてはですね、まさにこれ30年度予算でございますので、まさに来年の通常国会で議論されるべきものと考えておりますので、そのどさくさに紛れてという指摘は当たらない、まあ、国会で審議いただければよいと思っております。どさくさに紛れて要求してるに決まってる。今までそんな前触れありましたか。研究費は概算要求に入れてたけれども、その後の何ヶ月かでなぜ突然この時期に、しかも国会が終わったタイミングですよ。これどさくさに紛れてとしか言いようがないでしょう。審議すればいいじゃ話にならない。そもそも入れるべきじゃないんじゃないですか、こんな。だって政権が変わってね、今までは当初防衛だけども、これからは相手の攻撃を防ぐためにね、敵基地攻撃にも使いますっていう政権が生まれるとは限らないでしょう。で、今の装備、今のミサイルだけじゃできないっていうけども、このミサイルを配備して次のステップにも進めるわけですから、こういうものを入れること自体を今までの歴代の自民党政権はやってこなかったんだから、入れるんであれば堂々と言いなさいよ、しっかりと。敵基地攻撃に舵を切りますって言って、それで国会やね、私たちにきちんと信を問うべき。そういうことをやらずにこそこそとさ、当初防衛だなんていうことを誰が信じますか。あなた真面目に信じる。しかも小野寺さんがやってんだよ自作自演じゃないですか。自分でやれって政府に言ったことを大臣になってこういう形でやってね、しかも嘘ついて正当化してるんだよ。人の税金使ってさ、嘘ついて税金泥棒じゃないですか。まるでこれじゃ納得いかないんでね、まあ、国会議員の方もおられますけれども、追及は当然してもらいますけど、言えること自体がおかしいから、僕たちは削除しろっていうことを言ってるわけです。この段階でね。それを伝えてください、小野寺さん。はい。じゃあ次いきます。何分だっけ ?35。あ、35からですね。はい。時間がなくなってきたので、簡潔にお答えください。総議長の技術計画官付きの薬師寺と申します。高出力レーザーについてでございますが、高出力レーザーの熱エネルギーを利用することで、無人機や迫撃砲弾といった、脅威に対して、低コストで、より速やかに対応することが、可能なレーザーシステムに関する研究を、行う、ものでございます。これについてはですね、特にレーザーの高出力化、あと目標追尾の、高精度化について、研究を、行うことと、しております。36番についてお答えさせていただきます。防衛装備庁技術戦略課の木地医師と申します。よろしくお願いいたします。
まずですね、その米国など他国におけるこうした兵器の開発状況というところですが、まあ、米軍では例えばこう無人機とかですね、あるいは小型の船といったようなこう低高度の部分におけるまあ防空のためにですね、レーザーの研究開発を行っております。まあ、例えばですね、あの輸送艦ポンスという輸送艦があるんですけれども、そういうものに組み上げたシステムを搭載してですね、実際にこう発射の試験などを行っていると承知しております。でそういったあのレーザーについてですね、まあ、米国や他国と共同研究共同開発の可能性はあるのかというところですけれども、まあ、そういうようなことをですね行うということは決定したということは全然ありませんというところでございます。37番についてまた技術計画館付けの薬師寺からお答えさせていただきます。スケジュールにつきましては30年度から着手をいたしまして、35年度にですね実際の試作とテストを含めて35年に終了する予定でございます。87億円、これ30年度の概算要求を計上させていただいておりますが、その中にはシステム設計、レーザー発生装置、照射管制装置、電源冷却装置と、そういったものを含めて合わせて87億円の試作経費を計上させていただいているものでございます。38番でございますが、あの平成もすぐ終わっちゃうので、西暦でお答えいただけませんか、混乱しちゃう。平成35年とかありませんよ。そうだね。西暦お願いしますよ。平成35年、2022年ですね。はい、はい、続けてどうぞ。はい、38番、研究において参加する予定の企業名ということでございますが、まあ、先ほど繰り返しになってしまいますが、これもですね、予算を獲得した後にですね、まあ、あの実際の調達手続きの中で、契約相手先を、選定するというものになりますので、現時点で明確にこのプロジェクトに参加する予定の企業名ということはお答えすることができません。以上です。39から42まで見てください。はい、承知しました。39番の EMP でございますが、これはですね、直接的な従来の弾薬や精密誘導武器による直接的な破壊によらずに、センサーとか情報システムの機能を一時的に、もしくは無力化する手段、もしくは恒久的に無力化する手段として強力な電磁パルスを発生放射させる、そういった技術の研究になります。具体的には電磁波を発生するためのですね、放射電力指向技術、ある方向に電磁波を放射する技術、また小型の電源というものをの技術も確立するといった研究でございます。40番についてお答えさせていただきます。技術戦略課の木岸です。これもですね、あのレーザーの状況と同じで、まあ、アメリカがですね、あの諸外国と比較して、まあ、かなり優れた技術を持っているという現状でありまして、まあ、彼らの試験などを行っているというところでございます。で、まあ、将来的に米国を含め他国と共同研究共同開発をやるのかというところですけれども、何らですね、そういうことを行うという決定はいたしておりません。以上です。41番でございます。技術計画官付けをお答えさせていただきます。30年度から開始いたしまして、平成34年ですので2021年にものづくりと試験を合わせて2021年までに研究を終える予定でございます。具体的にですね、ものづくりとしましてはシステム設計、あと電源、そして EMP を放射する部分、こういった部分の試作経費を含めまして14億円を計上させていただいているというものでございます。42年今に関しましても、まあ、これも繰り返しになってしまいまして恐縮でございますが、まだあの予算のプロセスでございますので、具体的な、企業名というものは今お示しすることはできません。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして、一度もありませんので、43番から47番までお願いします。防衛計画のエビスと申します。43番から47番について、お答え申し上げます。まず43番につきましては、その陸上より水陸機動団 の、その2400名規模で発足というところを、まあ、そのどのように確保するのかというご質問でございますけれども、水陸機動団は平成29年度末に約2100人規模で進編する予定でございます。その構成する隊につきましては、西部方面の普通科連隊を含めさまざまな部隊から集めることになると思われますけれども、現在調整中でございます。なおその水陸機動団を約3000名にすることについては、現時点でまだその名が決まっているものではございます。また44番のご質問でございますけれども、
水陸機動団についてはですね、当初への侵攻があった場合に速やかに上陸奪回確保するための本格的な水陸両用作戦能力を有する部隊でございますけれども、水陸両作戦は、まあ、その時々の状況に応じてですね、各種部隊を投入することを想定しておりまして、水陸機動団以外の部隊が、水陸両作戦に従事することを否定するものではございません。続きまして45番でございますけれども、当初防衛は、というのがございます、用語につきましてですけれども、その事前の部隊配置や、部隊の機動展開、当初への上陸、当初への奪回と様々な作戦を総称する用語として使用させていただき、使用しておりますというところで、そのご指摘の総合火力演習等において、演習の目的に照らして、演習の目的等に照らして、当初奪回の場面を選定した、させていただいたところでございます。なお事前の部隊配置については、平成30年度末には奄美大島、宮古島に、南西諸島において初動隊を担任する警備部隊を配置する予定であり、これらの取り組みを含め南西諸島の当初防衛体制について、全般として強化をしていきたいと考えております。続きまして46番でございますけれども、千葉県 その、松戸駐屯地には、第2校舎特化軍が、下津市駐屯地には、陸自の校舎学校が所在をしておりまして、それぞれに、中距離地対空誘導弾、通常中3とも言われるものでございますけれども、これが配備をされています。で、奄美大島、宮古島、石垣島についても、中3も配備する予定でございます。続きまして問いの47番でございますけれども、現時点において、正式な、受け入れ表明というところは、いただいておりませんが、防衛省とした南西地域における、自衛隊配置の空白状況を早期に、解消することが喫緊の課題というふうに考えておりますので、まあ、今後その受け入れ表明をいただいた段階で遅滞なく施設整備を進めることができるように、 あらかじめ万全の措置を講じておく必要があるとの考え方に基づいて、その予算の運用を計上させていただいているというところでございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。時間もないので次のオスプレイのところをお願いします。防衛装備庁事業管理官付の村田からお答えいたします。最初の1機の点検の今後の予定及び、試験飛行についてですが、木更津駐屯地においては本年2月から MV22 オスプレイの定期機体整備が行われておりますが、現在機体の分解点検を経て所要の部品交換や修理が実施されております。今後機体の組み立てや塗装の塗り直しを行った上で試験飛行が行われる予定です。試験飛行については本年中には実施されず、具体的な日程が確定するまでにはなお時間を要するとのことです。本年中ってのは今年度中ですか？本年なので、今年中、つまり12月中には実施されないということです。また一般にヘリコプターの試験飛行は数回程度であることから、それほど長期間の試験飛行とはならないと認識しております。続きまして49番、何機ずつ飛来するかについてお答えします。2号機以降のオスプレイの整備計画については米軍の運用に関わる事項であり、詳細について承知しておりません。いずれにせよ2号機以降の定期機体整備の実施にあたっては、初号機の整備によって得た知見を活用するとともに、引き続き安全かつ環境に配慮するよう適切に対応してまいります。50番についてですが、試験飛行については本年1月に防衛省、米軍、整備企業の間で取り交わされた覚書に基づき、東京湾南部上空および相模湾上空を使用することとなります。いずれにせよ試験飛行は飛行する空域の特性を踏まえ、安全を確保できる経路や高度で実施されるものと認識しております。続きまして51番について防衛計画課のエリスからお答え差し上げます。陸自交流のオスプレイ17機について、その第一航空ヘリコプター団所属とされているが、その詳細を説明されたいということでございますけれども、陸自の V20 のオスプレイについては、当初防衛において水陸機動団を輸送することを行い義務としてご説明させていただいておりますが、これまでの輸送ヘリ CH-47 に比較して、長い航続距離、速い巡航速度といった優れた性能を有することを踏まえて、全国における災害対処をはじめ、さまざまな任務に使うことを想定しております。つきまして、その水陸機動団ではなく、その第一ヘリコプター団に取得をさせる予定でございます。以上です。次いきます。
グローバルホークからですね、55までいってください。52から55までお願いします。52番のグローバルホークに関する質問について貿易課課の恵比寿から答えさせてあげます。グローバルホークを含めまして、その防衛省において重点的に取得プログラムを管理する品目であります重点管理品目については、取得戦略計画を定めて、進捗状況と分析評価することとしております。これらの分析評価の結果及び計画の見直し等については防衛副大臣を委員長とする、装備取得委員会で審議を行った上で防衛大臣が報告を受け承認することとしております。プロジェクト管理に関するあの規定上で、量産配備段階のコスト上昇が 25% 以上の装備費については事業の中止を検討することとしておりますけれども、これについてはコスト上昇だけで直ちに中止をするというわけではなく、防衛体制における必要性や他の装備品による代替可能性等のさまざまな要素を総合的に検討したいと判断するというものでございまして、即座にその中止を義務付けるものではございません。グローバルホークにつきましては、防衛体制における必要性や、日米防衛協力の強化、他の装備品等の、代替可能性や、コスト面等、さまざまな要素を総合的に検討しまして、本年8月に、防衛副大臣を委員長とした装備取得委員会における審議を行った上で、防衛大臣への報告を受け承認するなど、訓練等に基づいた必要な手続きを行った上で、判断をしております。以上でございます。防衛装備庁統合装備計画の53番についてお答えいたします。日米共同研究に関してでございます。報道については承知しておりますが、ご指摘の新型の空対空ミサイルについて日米間で共同研究から共同開発に移行するといった事実はございません。空対空ミサイルの共同研究について平成26年度から日米間で実施しており、これまでは英国のミサイル完全技術に日本のシーカー技術を組み合わせた場合の機上でのシミュレーションとその分析を行ってまいりました。来年度、平成30年度からはこれまでの研究を踏まえて実際にシーカーの試作を行って性能を検証する将来中距離空対空誘導弾の日英共同研究事業として平成30年概算要求に、予算を決定しております。54番について、防衛装備庁国際装備課の岡本と申します。お答えさせていただきます。54ですが、本件は今申し上げたとおり、共同研究の段階でありまして、日米共同開発に着手するかは、現時点において決まっているものではなく、したがって戦闘機への搭載についても、現時点において決まっているものではございません。いずれにしても防衛装備の海外移転については平和国家としての基本理念を引き続き堅持しつつ、防衛装備移転三原則に基づいて厳正かつ慎重に対処していくことは当然だというふうに考えております。55番について装備庁調達機関から中畑からお答えします。本件今般の会計検査院からの指摘については、米側から受領した装備品等に不具合があったんですけど、それの米国政府に対する是正措置の要求を速やかに行っていなかった、1年以内に行っていなかったというところの指摘でございます。一応金額については517億円と質問のところに書いてますが、一応4585万円です。あと、これに対する解消に向けた取り組みについてですが、調達関係職員に対する教育を実施し、省内の FMS 関連会議の場で本件の重要性を再認知させるとともに、省内関係部長に対し同趣旨の通知を発出することにより周知徹底を図ることによって再発防止に向けた取り組みを行っております。以上です。はい、ですね、52番ですけれども、グローバルホークの話ですよね。8月に副大臣を委員長とする、装備取得委員会で、検討した結果、OK というか予定通り取得するということになったと言われました。この装備取得委員会のですね、議事要旨とか議事録みたいなものっていうのはあるんですか？ 見られないんですか？我々は。
ちょっと装備取得委員会の件に関しましてちょっと私担当部署ではないので正確なところはちょっと申し上げられないですけども、確かそのホームページにその概要というものが出ていたというふうに記憶をしております。じゃあまた後で確認しますね。それから54番の日英のミサイル共同研究、まあ、開発に移るようですけれども、これがですね、まあ、搭載の話ですね。報道ではもう F35 とか、まあ、ラファールとか、非常に有望といいますか見込みであるというような報道が出ているわけです。作った以上それを売っていくわけですから、作って終わりじゃないんですからね。必ず戦闘機に搭載されていくわけです。でその戦闘機は F15 であればアメリカやイスラエルも実際にもうすでに持ってたりするわけですから、そこに積んでいく可能性だってある。そうすると日本の三菱電機が作っている部品が組み込まれたミサイルがですね、実際に戦闘で使われる可能性が非常にあるわけですよ。まさに紛争で使用される。これは防衛装備移転三原則の下でもですね、先ほども平和国家の基本理念とか言われているわけですから、紛争当事国には売らないというような、なんか中身のない建前もあるわけですから、やっぱり抵触するんじゃないですか、これは。そもそもどうなんですか。繰り返しになって恐縮なんですけれども、これは共同研究の段階ですので、共同開発に着手するとかそういったことっていうのは現在何が決まっているものではありませんので。14日に決めるんじゃないんですか。小野寺さんがイギリス行くでしょ、そこで確認するんじゃないの。全然これまで共同研究の段階ですのでそれはいいんですよ。共同研究の段階でもそれはいずれ共同開発になるかもしれないし、その上でもし完成すれば必ず戦闘機にね、世界中とは言わないけど日本以外の国の戦闘機にも搭載される可能性高いわけですから、そうなった場合にまさにメイドインジャパンの部品が組み込まれた戦闘機が戦争してね、血が流れることだってあるわけですよ。それを分かっていながらこういう研究をやり始めたこと自体がおかしいと思いますけど、そういう自覚はないんですか。そういう認識一切ないの。平和国家として大丈夫なんですか、これで。抵触しないの、平和国家の基本理念、紛争当事国には売らないとか。抵触しないと思ってるんですか、本当に。答えてください。防衛装備庁の統合装備計画の方です。先ほどと繰り返しになりますけども、本件は共同研究の段階でございまして、一応共同開発に着手するかは何が決まっているか。いいです、じゃあいいです、はい、答えられないです、はい、じゃあ最後、残り1話お願いします。56番につきまして、防衛装備庁航空機事業管理官付の吉田と申します。UAE との間では、平素からいかなる防衛装備技術協力が可能か、さまざまな可能性について意見交換を行っておりますが、その個別具体的な内容につきましては、UAE 側との関係もありまして、お答えを差し控えさせていただきます。いずれにしましても、現在、UAE に防衛装備を移転する具体的な計画はございません。続いて57番、防衛装備庁国際装備課の岡本です。UAE との間では、平素からいかなる防衛装備技術協力が可能か、さまざまな可能性について意見交換を行っておりますが、その防衛具体的な内容については、相手国との関係もあり、お答えを差し控えさせていただきます。いずれにせよ、現在 UAE に防衛装備を移転する具体的な計画というものはございません。なお、個別の防衛装備を実際に海外移転するにあたっては、平和国家としての基本理念を引き続き堅持しつつ、防衛装備移転三原則に基づいて、厳正かつ慎重に対処していくことになるというふうに考えております。引き続き58について、お答えします。これもちょっと繰り返しになって恐縮になるかもしれませんが、UAE との間では平素からいかなる防衛装備技術協力が可能か、さまざまな可能性について意見交換を行っているところですが、その個別具体的な内容については相手国との関係もあるので、差し控えさせていただきます。
いずれにせよ、現在 UAE にも急ぎを移転する具体的な計画というものはございません。いずれにしましても、個別の防衛装備を実際に海外移転するにあたっては、平和国家としての大きな部分を引き続き堅持しつつ、防衛装備移転3原則に基づいて、厳正かつ慎重に対処していくことになるというふうに考えております。最後に、はい。次、最後59番、引き続き国際装備課のことから答えさせていただきます。マレーシアの件でございますが、マレーシアの人道支援災害救援にかかる能力ですとか、海上安全保障にかかる能力の構築というのは、地域の安定、ひいては我が国の安全保障にとって重要です。こうした点を踏まえまして、マレーシアとの間でいかなる防衛装備技術協力が可能か、さまざまな可能性について平素から意見交換を行っておりますが、その個別具体的な内容については相手との関係もありますのでお手を差し控えさせていただきます。なお防衛省としてですね、このご指摘の武器輸出版 ODA を創設する方向で検討しているというの事実はございません。これ財務省が検討しているということで報じられているんですけど、それは認めますよね。菅さんが主計局長を呼び出して検討しろという指示を出したという報道があるんです。それは認め知ってますよね。報道、いろいろその報道がなされているんだろうと思いますが、その財務省を呼び出したかどうかというのは、すみません、そこはちょっと財務省にお聞きいただければと思いますが、いずれにしてもこうした武器出版 ODA を創設するという方向で検討しているという事実はございません。はい、何度も出てくる相手国との関係によって差し控えるというのは、これ、どういう意味ですか。だって僕らの税金がどう使われているかということ聞いてるんですよ。それがしかも紛争当事国じゃなく UAE が紛争当事国であるという認識はありますか。それに答えてください。基本的な質問ですよね。これ答えてください。きちんと防衛装備1点3原則上、紛争当事国というのは武力攻撃が発生して国際の平和及び安全を維持し、また回復するために国際連合安全保障理事会が取っている措置の対象国というというふうにされています。具体的には主としてその国連憲章第7章に基づく措置を取っているとかですね。でそういったことになりますと、少なくとも現在 UAE がこの紛争当事国に該当するとは認識はしていないところです。それって世界にいてそんな理屈通用すると思う、ね、UAE にミサイルが飛んできたんだよこの前、ね、イエメンで UAE の国旗掲げた軍隊が戦争を手伝ってるんですよ。なんでこれで紛争当事国じゃないの。その定義っておかしいと思いませんか。で今じゃあ世界に紛争当事国ってあるんですか。両方答えてください。定義がおかしくないかということと、今世界に紛争当事国あるんですか。さっきの定義で言うと、これ防衛装備移転3原則で、この紛争当事国というのは、こういうふうに定義しているという観点を定めております。で、当然いろんなその議論も踏まえて、政府部内での検討を踏まえて、こうした定義になっているというふうに承知をしています。それだったら現実と有利してて意味ないでしょ。どこにでも武器輸出できてしまうじゃないですか。だからその定義を見直してください。おかしいから。非現実的でしょ。そんなものを使って武器輸出決めてたらどこだって武器輸出できるじゃないですか。紛争当事国がないんだから世界おかしくないですか。だからデタラメだって言ってるんですよ、防衛装備転三原則。だからきちんと見直してね、誰でも分かる範囲で紛争当事国って分かるところには紛争当事国だというふうに認められるような原則にしなさいよ。最低限おかしいですよ。はい、いろいろありますが、そろそろ時間ですが、1点だけちょっと遡りますけど、大事なところなんで、イージス・アシュアのね、すみません、
どこに聞けばいいかということになるかと思うんですけど、統合南西諸島の防衛とか統合運用という話がいっぱい出てきたんですけど、陸上自衛隊が総体制に移行するのが、統合運用の中心だと思うんですけど、今後ですね、今年度で発足すると思うんですけど、総体の機能強化に関わる予算ってざっくりどんなものなのかとか分かります？で、朝霞に総体司令部とかが作られるんですけど、そういう総体に関わる予算の全体って分かりますか？はい、時間いただいていいですか？はい、またそれは後で、頑張りません。それからイルマに病院ができたり、沖縄にも新しく病院を作る計画があったり、あるいは戦闘医療訓練が強化されたりしていると思うんですけど、そういうことについては、どこに防衛省の中のどの部署、今日も基地関係のことは今日は答えれないとかいろいろありましたんで、もしそういう医療関係のことだったらどこにこうお伺いすればいいか聞ければと思うんですけど。じゃあそのことも含めてですね、後で前半であった文書質問も含めて一緒に出しますので、部署面も含めて答えてください。で、最後もごめんなさい、ちょっと時間超過して申し訳ないです。大事なのでイージスアショアのところで事前説明会をやるんですかということに対してあまりはっきりと検討しますという話しかなくて、これやるかどうかということだけきちんと確認させてください。大事な問題なので地元の人たちに。繰り返しになりますが、まずイージスアショアの導入については年末までに最終決定を行うこととしております。で、仮に導入すると配置することになった場合には地元の理解を得ることは必須だと私ども考えておりますので、丁寧にご説明に伺いたいと思っております。だからやるんですか？丁寧な説明の中に普通は事前説明会でやるべきじゃないですか。情報提供、現地のことも含めて安心してもらうためには当然やるべきだと思いますが、その当然やるべきことは丁寧な説明の中に入ってるっていう理解でいいんですね。繰り返しになりますけれども繰り返しはなくてきちんと答えてください。質問してるんだから。それらも含めて丁寧にご説明したいと思っております。じゃあ含めてってことは含まれるということでいいんですね。事前説明会は、はい、含めて検討しているところでございます。含まれるんですね。そこだけきちんと答えて、検討でごまかさずに含まれるっていう理解でいいですね。防衛省として繰り返しになりますけど、まず導入が決まっておりますので、そんなことは分かってますよ。そこら辺含めて検討しているというところです。含まれるってことでいいですね。答えてください、きちんと。はいかノーか、イエスかノーか答えてください。はい、はい、地元を理解を得るためにそれらの、説明会等も実施するように。実施するってことでいいですね。はい、そのように検討しています。じゃあ実施するっていうことで確認しますから、防衛省として。地元の人たちにもきちんと、ね、知ってもらわなきゃいけないんですから。はい、じゃあそこだけきちんと確認します。ということで、すいません、10分超過しまして、参加者の皆さんも含めて申し訳なかったんですが、ちょっと項目が多かったこともあって詰め切れてはいないんですが、文書質問とか、ことによってはですね、また来年になるかもしれませんが、改めて、状況も進展しますから、また同じような場を、持つことになるかもしれませんので、その際にはよろしくお願いします。それから事前にいただいた名刺、いくつかあるんですけど、答えられた方で名刺いただいてない方もあって、フルネーム正式にちょっとわからないので、とりあえず答えられた方についてはですね、その文書質問の回答と合わせてでもいいですけれども、きちんと部署名とフルネームを教えていただきたいので、また改めてその点も後で福島さんの事務所の方を通して、伺うことになりますので、必ず持ってきて出してくださいね。名刺そのためにあるんだから。はい、ということで、何かもしありますか、ご意見とか。日米合同委員会がこんなに皆さん寡黙なんですか。我々国民に答えるべき時にちゃんと答えないで、日米合同委員会では秘密で一生懸命喋ってんじゃないですかと私は感じました。よろしいですか皆さん。はい、
駆け足ではあれでしたけれども、じゃあこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。あの要望事項もいろいろあったのできちんと上に伝えてください。よろしくお願いします。すいません、急に横に行って。どうも、あれ、ホームページから出しても、なんか、分かんなくて。はい。今年の末をしてみますので、2019年の分担を始めましょう。うん、どう分かるんですけど、その後、その、来年以降、その総体っていう単位ではどんなふうになるのかは、ちょっと僕も一生懸命ホームページから取ってみたんですけど、はい、ざっくりが分からなくて、編成されるのにこうっていうのは分かる、はい、今ね、去年度で分かるんですけど、はいはい、その後、出来上がった後どうなっていくのかなっていうのが。そういうのバラバラのを全部足すってことが、そうです。で総体の直轄の部隊っていうのもあるし、方面それぞれの方面隊に伝わっていく部隊で、基本的に陸上総体っていうのはその自分たちの下にぶら下がっている例えば水陸部隊、そういう部隊を運用していくというか、ちょっとね、それはその出来上がった後の全体像がどこで調べるかというのが分からなくて、でその特に司令部とか機能というか、情報システムとかも導入するんだろうから、そういうのをどこで見るかよく分からなくて、はい、もしよかったらよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと待ってください。もしお時間があるから簡単にまとめというか、まとめるものを最後に事前説明会、まあ、あれ本人たちはやるって言ってないつもりだと思いますが、一応こちらの理解としてはやると言ったということで、情報を発信した上で、今地元の動きがどうなってるかちょっと把握してないんですけども、電磁波の問題が出たので、ちょっと僕ももう忘れてるんですが、送電線で送電線の周りで白血病のが出たっていうのも昔あったんです。もう30年ぐらい前の話ですけど、で今、統計的にもどうなっているか僕も詳しくは知らないんですけれども、少なくとも新しく配備されるものがどれだけ出るのかっていうのは、はっきりさせるべきだと思いました。そうですね。J アラートのあれで、やっぱり教育現場でものすごくもう子どもに対するその北朝鮮の恐怖心っていうか、もう防衛を進めて、防衛っていうかね、もうどんどん進めているっていうことに、もう肯定感が深まっちゃってるっていう感じがするんですよね。やっぱりこの問題、もっときちんと本当国民に対して、やっぱりさっきの大戦にしろ、どの戦争にしろ、やっぱり敵への恐怖を高めてやってるわけですから、そのことをもっときちんと出さなきゃいけないなと思います。前回は、ね、2回目の話をしたんですけども、その後の追加質問の会場もまだちょっと来ていて、その辺の特色も含めてね、今後もちょっときちんとこの問題を取り組んでいきたいと思います。学校現場の方ですね。はい、ありがとうございます。何かありますか？大丈夫ですか？ご感想ですか？ジャーナリストでした。今おっしゃったと、まあ、共感で、10月に北朝鮮に行って、世界に今出ている方に帰っているんですけれども、北朝鮮はもうスタンスがすごくシンプルではっきりしていて、うん、米国によってその体制を、国を壊されるのが嫌だと、うん、例えばイラクもアフガニスタンもかと思っていなかったから、に戦争の現場にされてしまったのだと。だから私たちは、核、抑止力を持ち込むのだと。で、彼らが持っているものを私たちが持とうとすると、なぜ国際社会は私たちだけを非難するのだっていうスタンスなんですよね。で、今回私その
民間で6年間その交流をしている団体に同行するような形で行ったんですけれども、何を質問したら殺されますかと事前に聞いたら、何でも聞いてくれと、答えられないことはあるかもしれないなっていうことで、実際何でも質問したんですよ。そしたらその回答は大変本当にシンプルでですね、一般の人の感覚はこういうものかっていうのが非常によく分かったので、もし図書館でもよく見たことがよく思いますので、それをアメリカの支配下であって、指揮権は全部アメリカが持っていると、今それも密約があるそうなんですね。そういう現実を考えたら、やはり日米合同委員会をつついて、そして密約をつつき、全部密約をなくせれば、もっと官僚たちは明快な答えができると思うんですよ。でそういう意味の取り組みもぜひ野党にお願いしたいと思いました。じゃあよろしいですかね。特にいいですか。じゃあ、とりあえず今日のところ。